仙台原発は再来年までに現在の制度で40年の運転期限を迎え、国の原子力規制委員会は先月20年の運転延長を認可しています。塩田知事は今朝報道陣の取材に応じ、今日午後にも県としての考え方を表明する意向を示しました。今日ぐらいに叱るべきタイミングで、ご説明できるのではないかと思います。仙台原発の運転延長については法令上地元同意は必要とされていませんが、すでに薩摩仙台市の田中良次市長と市議会、そして県議会が容認しています。塩田知事はこれまで県議会の議論を踏まえて県としての考え方を整理するとしていて、県議会と同様原発の運転延長に容認の意向を表明するものとみられます。